ある国場の乱は、2世紀に、ローマ帝国支配に対して起きた、ユダヤ属州での反乱であり、ユダヤ人側の指導者の名から、このように呼ばれる。なお、66年からの反乱を、第一次ユダヤ戦争とするのに対して、この戦争を、第二次ユダヤ戦争と称することもあるを、第二次と考え、第三次ユダヤ戦争をテルツァ・グエラ・ギデイカと呼ぶ。 第一次ユダヤ戦争の後も、ユダヤ人たちの反ローマ感情と独立願望は、高まっていた。115年から117年にかけて、皇帝トラヤヌス率いるローマ軍が、パルティア戦争で東に動いた隙をついて、ユダヤ本国だけでなく、切れないカエジプトキプロスメソポタミアなどのディアスポラの、ユダヤ人たちも、当地中海各地で、同時多発放棄を起こしている。こういった、 ユダヤ人の鬱憤が指導者を得ることで爆発したのがバル国場の乱であった。その頃、シメオンバル国場という男が自分こそはユダヤ民族を救う救世主であると言い始めた。これに対して当時のユダヤ教の精神的指導者ラビ、アキバベンヨセフが支持を表明したことから人々の期待が一気に高まる。当時のユダヤ教思想の中に 救世主体暴論が持たれ続けていたのである。その救世主は政治的な指導者であり、人々を異民族の支配から解放してくれる人物であると人々は疑わなかったと言われる。シメオンバル国馬は星の子というメシア称号を自称するようになる。きっかけは130年のハドリアヌス帝の巡行であった。彼は精力的に帝国領内を巡ったが、 70年のエルサレム行為戦でローマ軍に破壊されたまま荒れ果てていたエルサレムにも足を伸ばした。彼はユダヤ人たちに同情し、エルサレムの再建、修復を約束した。しかし、自分たちの聖地エルサレムがアエリア・カピトリナという名前に変えられること、及びその計画にエルサレム神殿跡地にユピテル神殿を建てることも含まれていることが判明すると、 ユダヤ人の怒りが爆発した。また、モーセ以来、神との契約の印であった滑稽を、時代遅れの野蛮行為として禁止しようとしたことなども、ユダヤ人には耐えられないことであった。ラビアキバの尽力によって、最高法院も、反乱の実行を計画。第一次ユダヤ戦争の問題点を、徹底的に研究した上で、バル国バをリーダーとして、対ローマ反乱に踏み切った。 当初、この反乱計画はスムーズに進行し、各地でローマ軍の守備隊を打ち破り、ユダヤの支配権を取り戻すことに成功した。2年半にわたって、ルコクバル国場は政治的指導者の座に収まり、ラビアキバが宗教的指導者となるユダヤ的支配構造が確立された。彼らはイスラエルの復興を宣言し、コインを鋳造し、神殿の再建を計画した。 しかし、不意打ちを食らったローマ軍も決して事態を生還していなかった。ハドリアヌス帝は、ブリタンニアから優勝をユリウスセウェルスを召喚し、ドナウ川流域に駐留していた軍団を与えて、ユダヤへと出動させていた。ユダヤ人は、行き盛んで戦闘は困難であったが、ローマ軍団は着々と、ユダヤ各地を再征服していき、ついに135年に、 エルサレムを陥落させることに成功した。バル国馬は戦死し、ラビアキバは首謀者として捕らえられ処刑された。多数のユダヤ人の死と完全に廃墟となった、エルサレム、荒れ果てたユダヤ全土を残して、反乱は終結した。ハドリアヌス帝は、ユダヤの不安定要因は、ユダヤ教とその文化にあると考え、その根絶を図った。 ユダヤ歴の廃止が命じられ、ユダヤ教指導者たちは殺害された。立法の書物は、神殿の丘に廃棄され、埋められた。さらに、エルサレムの名称を廃して、アエリアカピトリナとし、ユダヤ人の立ち入りを禁じた。紀元4世紀になって、初めてユダヤ人は、決められた日のみに、神殿跡の祖跡の前に立つことを許された。ハドリアヌス帝は、 徹底的にユダヤ的なものの根絶を目指し、俗州、ユダヤの名を拝して、俗州、シリアパレスティナとした。これは、ユダヤ人の敵対者ペリシテ人の名前から取ったもので、ある。現代まで続くパレスティナの名前はここに由来している。ありがとうございます。